はい、コメントで来てたんで人生で初めて語りにやっていきたいと思います。録画開始開始。多分最初剣買うかな、間違えたけど、いいや録画。はい、しかし人生初プレイいくよ。まあ、ラームで使ったこれ、まあ確かにね、ちょっとちゃんとガリオとかいうキャラ取られたからな。ファイナルファンタジー16わかんない。白米さんコメント来てたので、そうコメント来てたのでやっていきたいと思います。ジュリさん開始開始。なんかこんな感じだよね、カタリナのレーニングって。いや、そうやで、ボウミちゃん優秀やで、マジで。あイエスがガリオもイグナイトか。ついな。何積むんだろうな。初めてすぎてマジでわからん。もう訪れてる。ほんまやん、めっちゃ訪れてるやん。ほいで、直さな。帰ってくるの早。あー、CS 取れなかった。訪れ直すか。でもアサシン使うときはマジね、定期的にこう姿を隠すというのが大事なんだよね。消えることによる圧あるからな。グニーテ湧いてねえしな。本当にローム行きたいんだけどな。CS 取りに行く。ん、待って。あぶねー。ナイス牛。まあそれを見て仕掛ける判断の速さ、ビビロイヤルの、そういうことだよね。え、スパ？あ、200円ありがとう。待って、まずい。
あでもまあまあこんな感じじゃない。アザース FM 屋さん200円スーパーチャットありがとう。スーパーチャットかこちゃんありがとうございます。こんな感じでしょう。え、これ動画になる？できる？これ動画に。ね、あそこでウルトあったら最高だったのにね。そこで持ってないんだよな、俺が。やっぱ持ってない男。うん。あのコメントで来てたから使ってみてます。割れるか？ナイス。え、それ引かないの？まあ、うぅー、こんな感じじゃない？あの使ったことねえからわかんねえね。こんな感じっぽいなとしか。なんかウルト早いかちょっと。こんな感じっぽいなっていうのをね、雰囲気でやらせてもろてます。初めて詐欺できてるこれ。確かに対面より金持ってんぞ俺。強えってことだ俺が。うん、間違えた、ワード置きたかっただけなのに。ウルトねえわ。ちょ、こいつ足早いって。いや、やったことないよマジで。俺がカタリナなんて使うと思うか。ランダムミットしかで使わねえよこんなやつ。ランダムミット専用機だと思ってるからこいつのこと俺。うお、生き残れたのすげえな。あ、死んだ。シャットダウン。柳原さん、今ってやっとどのキャラが強いんですか？結構いろんなキャラいるけどね。ぽいちゃんぽいちゃん、トゥトゥルトゥトゥトゥルフ、トゥトゥルトゥトゥトゥルフ。カタリナっぽいな。
あすごいな、わきまえとるな。ADC は、何や、でもナーフされたよな。ナーフされて何が強いんだろうな。なんかうまくいってるだけや、これ。あれ、今って ADC なんだっけ？あれ、ジン、ナーフされたよね。なんか強え、こいつ強えみたいな俺言ってなかったっけ？あれ、誰だっけ？なんかグブ使ってたからグブの記憶しかないんだけど、俺。グブしか覚えてねえ。ADC は ADC どこ行った？まずこれ距離やばい。頑張れ。ナイス。あ、そうか、こいつ時計強えな。そういえば忘れてた、時計だ。あ、カイサーまだ強いね。ドレイブも強いな。カイサーええやん。カイサー、あ、安尾もやりてえ。俺ミッドで安尾やろう。俺が言ったケイトリンね。それは知ってるよ。俺めっちゃ金持ってんだけど、俺強い、俺って強いじゃん。強いっぽいな。ほっといくか。最近 APC オリアナ、そうなんだ。いらっしゃい。勝てんだけど硬くない？なんか硬くねえか。なんかみんな来ちゃった。ミスった。敵を倒しました。時計間違えた。間違えちゃった。あ、ルシアンも、ルシアンってなんか弱くなってる要素なくね？別に強いんじゃないの、ルシアンって。ご愛嬌ご愛嬌。へけなんか、いけ、うわー、ありがとう、助けてくれて。そっちに行きたかったんだよ、ついでに。うわー、まあ無理か。なんか負けだな。まさか新自動が走り込んでくるとは思わんかった。普通にうまい逃げ方。うううううう
あ、農地かこれ行ったの。欲しいね。いや俺さ、なんならさ、ここにワード置いてさ、俺ここに入っとこうと思ったのよね。そしたらオラフがなんか来ちゃったんだよな。いやなんか低いよね。なんかあんま使われてるイメージない。確かに。なんで？でも時計強いっしょ。なんけど一緒に帰ろうぜ。結局バルサ最強や。ギリ足りんな。カイサは強いよ、やっぱり。書いてあることが素敵だもん。惜しい。チェスに行くじゃん、こいつ。なんか、こいつ QEW 以外することなくね、なんか。まあ、全キャラそうなんだけどさ。なんか、どうやって隠れるか、みたいな。かくれんぼオンラインこいつって、もしかして。あ、ナッシャーが変更入ったんだ。ふぃーん。このなんか、本当です、全然サイド出ない。サイドばっか出たがるな、なんか。うぃー、雪村どうも。久しぶりじゃない？あれだね、多分こういうとこ隠れとくの強いな。こういうことじゃない、こういうことじゃない、こういうことじゃん。ほら隠れとったら強いやろ言うて。なんか間違えた。いやー素敵今の。いちいちじゃん。こういうことじゃん。待ってあげて。PC なくなるの待ってあげて。ミッドで終わる。これもうサイド押す必要なんてない。もうエルダーバロンなんてもうとりあえずぶち込みゃいいんじゃ。
うわなんか裏にない。わお素敵意外とやれるもんだね。ケーキ漬けにうん失礼しました。白米さん、銀のテイク。ナイスー。小田さん、グッドゲーム。ぼちぼち、ぼちぼちやれてたんじゃないですかね。ちょっと、リードさん、全然やったことないんで、白米さん、どんなものまで。こんな感じで、こんな感じで。ビタミン A さん、似てる。バロンっぽかったやろ。レイヤフーさん、どなたか切り抜きお願いします。やめてくれ、それやめてください。トンボアさん、過去一滑ってた。あ、フォロー、チャンネル過去一滑ってた、やめて。チャンネル登録もありがとうございます。まあ、カタリナやるときはサイドにロームするっていうのと、そう、俺も初めてやった、初めてやったからね、初めてやったけど、俺が知ってるカタリナの情報はなんか気づいたらサイドに出るっていうことと、あと集団戦の時に変なブッシュで隠れとくっていうことしか知らないけど、使えたからみんなも使ってください。よし、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお願いします。